皆さん、こんにちは。渋垣隊として過去に活躍し、現在はタレントとして活躍中の深川敏和さん。深川敏和さんと土屋香織さんの長女、深川桃花さんが13日、自身のインスタグラムを更新し、第二子出産を報告しました。今回は深川さんの孫、土屋香織さんとの離婚と再婚、病気についてご紹介いたします。深川さんと土屋香織さんは1991年に長い交際期間の末結婚されていますが、2014年に離婚されています。原因は土屋香織さんの不倫で、深川さんは土屋さんとの復縁を望んでいたようですが、土屋さんの気持ちは冷め切っており離婚となりました。2014年6月23日に都内で会見を行い、僕のキャラがあるからと気丈に離婚に至るまでの経緯を説明した深川さんでしたが、土屋さんと交際をスタートしてから約30年分の思い出を振り返り、離婚は後悔してると本音を漏らしていました。子供のことを考えると離婚をしない方がいいと今でも思ってると無念そうに話した深川さん。それでも話し合いでは彼女の気持ちが固かったので修復しようという話はなかった、こういう状況になって修復不可能になってしまったと肩を落としていました。離婚後も夫婦じゃなくても子供を挟めばお母さんお父さんになると言い、定期的に会えればとしていました。別々の道を歩む土屋さんに向け、僕がこういう風に公私ともにいられるのは彼女の支えがあったから、その辺は彼女に感謝している、今まで一緒に歩んでくれてありがとうと感慨深げにメッセージを送っていました。復縁はないと断言し、お互いの再婚について話が及ぶと、土屋と同居する次女も年頃の思春期なので嫌がることは絶対にしないと約束したといい、土屋が不倫相手と一緒に住むことはないと断言。一方で自身の再婚についても、私はまだ考えられないとしていました。しかし再婚について否定的だった深川さんでしたが、2022年4月インスタグラムにて再婚いたしましたと題し写真を投稿、ファンを驚かせました。深川さんは、私事ではございますがこの度再婚をいたしました、お相手は僕と同じ年の方ですとコメント。続けて、で俺の女装姿やないかいとウィッグをつけてバッチリメイクした姿をアップし、てなわけで皆さんもハッピーっておバカなエイプリルフールデーをと綴りました。フォロワーからは、あ、びっくりしました、一瞬本当かと思った、ふっくんの女装堀ちえみちゃんに似てる、騙されました、わら、ふっくんの女装かわいいですねなどの声が寄せられていました。お元気そうな姿を見せている深川さんですが、病気が噂されてもいました。続いてその原因と真相を探っていきましょう。1、子供の障害。深川さんは土屋香織との間に3人の子宝に恵まれました。長男、長女、次女を授かりましたが、第3子の次女の脳に見つかったのは腫瘍。深川さんの子供の病気は頭蓋底気管腫という喉の奥から後頭部に腫瘍が広がり、後遺症も懸念される病気だったのです。しかし深川敏和さんの次女は難しい手術を幾度となく乗り越え、幸い障害が残ることはありませんでした。深川敏和さんは当時の妻であった土屋香織さんと連名で、子供が小学校に入学したタイミングで次女の闘病期を、涙の血笑顔大病と戦った娘と家族の2000日という本として出版しています。深川闘病というワードで事情を知らない方が勘違いして深川さんの病気説が広がりました。2、うつ病。深川敏和さんはうつ病を患っていたことを告白しています。深川さん本人によると、次女が難病と戦っている頃に両親を次々と亡くしてしまうという不幸が続き、心労が重なったことが原因だったそう。その後うつ病を克服し芸能界に復帰した深川さんでしたが、その直後に23年間連れ添った妻の土屋香織との離婚を発表。離婚後は塞ぎ込んでしまい、出演した私の何がいけないのではゴミ屋敷と化した自宅の様子を公開しています。
これによって布川敏和は離婚で鬱が再発悪化したとも噂されました。しかし布川さんのブログ、ふっくんの日々これ後日アロハッピーには、ハワイで楽しく過ごす写真も掲載されていることから、布川さんの離婚鬱はビジネス鬱ではないかと疑いの眼差しでも見られています。 3. 激痩せダイエット。布川さんはわずか25日で 7.6 も体重を落としたことがあります。気になる布川さんのダイエット法の中身とは、カロリーの低いもの、ギャル曽根のレシピをたっぷり食べて、移動には積極的に階段を使うというもの。ダイエット法が公開された当時は、難しい食事制限や激しい運動などもなく、魔法のようなダイエット法だとテレビで取り上げられ、大きな話題になりました。しかしその後、布川敏和はテレビに登場するたびに、ふくよかに戻っていたり、また激痩せしていたりと繰り返していたため、視聴者の間で病気を抱えているのではないかと噂されたようです。そんな布川さんの長女、布川桃香さんが5月13日インスタグラムを更新し、第二子の誕生を報告したことで話題になっています。桃香さんは5月10日に 2968g の元気な男の子が生まれましたと伝え、今回の妊娠中は前回あったような恥骨痛は免れたものの、後期つわりやマイナートラブルは多々あり、体調の良い期間が2ヶ月くらいしかなかったけど、やっと出産することができてほっとしてますと思いを綴りました。続けて、2年ぶりの新生児くん、すでにバタバタな日々が始まっていますが、抗陣痛と帝王切開の傷の痛みと戦いながら楽しんで過ごしたいと思います、出産報告と結びました。桃香さんは2020年9月に自身の SNS を通じて同年2月に結婚していたことを発表。2021年5月に第一次女児を出産を報告しています。最後に布川さんとジャニー喜多川さんの関係についてご紹介いたします。布川さんは15歳の時にジャニーさんのオーディションを受け、ジャニーズ事務所に入所しました。そしてすぐにドラマ2年 B 組千八先生に薬丸さんと元木さんと出演しています。1年間のドラマの終わり頃に、優たち3人でグループでデビューするからとジャニーさんに伝えられたそうで、その言葉を布川さんは今でも鮮明に覚えているとのこと。そして渋垣隊が生まれました。右も左もわからなかったデビューしたての布川さんたちに、ステージ上での立ち振る舞い方や歌っている最中の表情、目線の位置、こと細かく指導してもらったそうです。ジャニーさんはいつも優しかったそうで、合宿所でも優たち、お腹空いてるんじゃないとよくスパゲティを作ってくれたといいます。ジャニーさんが亡くなった際には次のようにコメントを出しています。ジャニーさんと出会わなければ今僕が芸能界でお仕事をさせていただいていることもなかったでしょう。感謝してもしきれません。ジャニーさん、本当にどうもありがとうございました。布川さんはジャニーさんにとても感謝しているようですが、性被害は受けていないのでしょうか。実はジャニーさんは性についてまだ何も知識がない少年を好んで性加害を加えていたという情報があります。痛いわけでもなく、また自分より老体の拒もうと思えば拒めるシチュエーションだったことから、被害を被ったという感覚にならないそうです。しかしそんな少年たちの多くは性愛の本来の意味を見失ってしまい、まともに恋愛ができず結婚もしない方が多いようです。ジャニーズで知名度を得ることができた上に、結婚し3人の子供にも恵まれ、被害者意識もない布川さんはジャニーズの中でもかなり幸せな部類であることは間違いないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。